やってしまったかもしれん。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。さて、エストがない状態で、続きやっていこうかなと思います。でね、こっち行けそうなんで、行けるかな？本当行けるかな？あー、そうなります？やめん！はい、ただいま。結局か。回収しよう。ああ、戻ってきた。よし、戻ってきた。何事もなく。ショートカット作れてたらな、まだ良かったんだろうけど。取ろう取ろう、いけないのは分かった。よし。ああマジで、あれは、あ、普通に来るんだ、そういう風に。ちょっと待って、ちょっと待って、右スティックさん、よし。さて、3万3000か。レベル1上げれるね。やべ、ちょいハサミーってか、あれだな、なんか途中から角に追い込んでくるよね。あーはあ。あーはあ。え、この数はちょっとしんどくない？これはちょっと気合でやるか。結構直線的になっても大丈夫だったけど、あれかな、時と場合かな。よし、またまた。全開、よし。これで OK。こっちなんか怪しいね。ショートカットできそうな雰囲気がある。残り B。うわー、まださらにあるんだ。すげえ。これ、さすがにミミックだよね。きついね。2杯、やった。これ声出るかな？声が出ました。FP か。テールズで言うところの、フェアリーリングだね。
ちょっと待った。こっち先行きたい。この階段ちょっと怪しいもんね。え？流体石。え、切って血は出るけど。なんだろうね。おお。あは。ここに繋がるわけか。さあ、とりあえずショートカットはできた。あ、そうね。こう来て。あー、左か。めっちゃいるじゃん。いいよ。そんなにね、硬い相手ではないから。おお、なんか吹いてきた。絶対取ったらってやつだな。お、種火。ああ、いいねー。結構いろいろ手に入るなぁ。ってなると。そうそうそう、広いところで。広いところでね。捕まったらダメだね。割れるのが一番きついわ。お、鱗3つ。で、あとそこと、いけてないのがそこだけかな。そこ行ってるもんね。やついるね。マジか、ここに来ていんのか。しかも中赤目いる。はいはい。足治療しましょう。よしよしよし。被害小さめで OK。問題はこれ、例えば開けたところで、あ、鍵かかってんのか。なんかでも中に人いたね。抜けないんだよな。久しぶり見たな、こいつ。
おお。あれ、銃口がだいぶいい感じになってきてるね。歩道でひるませるのもありかなとか思ってたけど、それをしなくても体勢崩してくれるから。お、ちょっと充電します。危ねえ危ねえ。鍵ゲットしてるけど、そこまで使いますみたいなのないんだよな。こっちだね。ああ、なんかすごい。あれ、何もなさすぎじゃね？大丈夫？あそこ行けば、ん？そういうのが出てくる。見てしまったら仕方ない。気のせいかな？はい、本体でしたね。ああ。ガーゴイル出んのか。こっち来ない？あれ？あれ？そんなポンポン雑魚で出てこないよね。いや、でもこのゲーム、そういうのやりそうだな。あ。やってしまったかもしれん。ご苦労様でーす。あ、よかった。弓持っててよかった。罪の都。もう結構開けれないところ多かったけど、こんなもんでいいんだろうね。まあ、あとはガーゴイルが大量に出るとか、そんな感じだろうな。そろそろ火が欲しいね。あった。ちょっと待って。あ、でもあれどうやって行くんだ。登れるか。いないね。一応抜けてここで戦える感じでもあったんだね。大四字。あ、遺骨だね。よし、戻ろう。結構外に出れないことが多いからさ、ほら、行けないんだよね。そっか、そしたら、まあまあ、今回ここまでにしましょうか。結構いい時間やったんでね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、次回、罪の都かな。力は結構広かったね。で、罪の都行って、まあどうなるかと。そろそろボスが出てもいい気がする。イルシルの力はボス出なかったからね。なのでまた次回楽しみにしてください。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。動画見てる方はここまでで、ライブ配信見てる方は引き続きやっていきます。それではまた次回お会いしましょう。おんちゃん、またねー。